卓越ターゲット攻略講座受講ガイド皆さんこんにちはレックスリン講師の根本ですこちらでは卓一ターゲットこちらはどんな感じで受講していけばいいのかそれを説明していきます具体的にはこちらの講座は昨年取った講座こちらを一気に配信しますどの順番でどの科目からいつ頃までに聞けばいいのかとそういったスケジューリングについて説明をしていく動画になっております ではまずどの科目から始めていくと3パターンあると思います自分が苦手にする科目1科目選んでやる自分が得意にする科目を1科目選んでやるおすすめは3です苦手科目1科目と得意科目1科目これをミックスするこれをおすすめします ただこの1科目これは米印見てください主要科目にしてくださいあのいきなり、まあ、憲法からスタートするとか民訴からスタートする民訴だったら微妙ですよねできれば主要科目民法不動産会社商業登記これを選んでくださいこの三にする場合はねどっちか主要科目でどっちかマイナー科目にするというのはありだと思います では次、いつまでに終わらせるとただこれスケジューリングすると分かるんですがちょっときついかもしれません現実問題でいうと主要科目年内までに主要科目と民訴まで残ったのは憲法刑法これはもう週1ペースで 年明けけヶ月使って受けちゃう。おすすめは下です年内では主要科目と民想をしっかり固める憲法刑法は年明け3ヶ月のことで1週間に1講義ずつ聞いてってもまあ多分間に合いますなので年内については主要科目と民想をしっかり固めるそこを強くおすすめしたいところです でそのためやってほしいのはスケジューリングの作成なんですよどの曜日に講義を受けてどの曜日に復習をしてどこで演習をするのか何曜日に何をやるのかというのをもうスケジューリングをできれば1ヶ月単位で作っちゃってほしいんですよ。Excel、表など活用ししてててやってみて欲しいんです で、そのためにこちら米印というのを入れましたがまずね1回受けてみるもしくはお試しウェブを受けてみるでそうするとあ講義3時間で復習でどんだけかかっていわゆるところの演習でどんだけかかるのかなと例えば日曜に講義を受けるで月曜の仕事帰りに復習をするで終わらず火曜日も使った水木金 どうここ使ってその範囲の演習をするこんな感じで一回ねどれぐらい変わりそうかざっくり試してみてほしいんですでしかもですよ年内にある程度終わらせるんであればできれば講義回数は週1じゃきついと思うんだ1週間に2講義はいると思う1週間に2講義に設定して どこで復習して、どこで演習するかってことを自分でちゃんとスケジューリングしてみてほしいでその講義の復習これ一体何するのというとまずは進んだページまで演習をしてそして右ページの確認をするでできればなんですがこれをやった上で 次の講義まで、左の演習だけ、またもう一回やってほしいんですよ。理想は、この復習で一回、プラス二回。これが理想。ただ、現実は一回一回が限界かなとは思うんですよね。ぜひ、初めのうちは、復習の時に一回解く。で、プラス二回解く。できればこれぐらい目指してください。 で最後にちょっとフォローについて説明していきます。えこちらについては生講義は実施せずに、えー、昨年やったものについての配信になってます。生講義であれば先生ここ説明なかったけどここ説明してよっていうところはあると思うんですがなかなかこれができません。そこで今回フォローでこれをやろうと思ってます。全分野を説明するわけじゃありません。例えば。 副代理ってところは全く説明しなかったとしますそういったらこの副代理のところちょっと責任のところをちゃんと説明してほしいと,といったアンケートを取りますこの問題答えてくれという感じよりもこの単元説明してくれとといったアンケートを取りますでそのアンケートに基づいてあ皆さんこういうとこ聞きたいんだなというところを別途講義を配信する予定ですできるだけ聞きやすいような内容にしようと思ってます 全部を聞かずとも「あこの単元俺見たかったんだ」と「この単元講義聞きたかったんだ」と。っていうところだけ抜粋して聞けるような形が取れないか今模索中です詳しいところはまた、あのー、皆さんのマイページなどでお知らせしますのでぜひそこを見てくださいで最後に補足ですが実際の昨年の講義自体はこういう進度で行ってます。 民法民争などに不当法とその他のマイナーを並行して行い最後会社法商業統計法を最後にやっているという形になってます実際生講義こんな感じで順番やってますのでまあこれを匂わせるような発言があとしたらあ生講義そんな感じで動いたんだなとっていうぐらいで聞き流してくださいまたもう一つ実は昨年は9か月決戦でしたでそのためこのターゲットの口座に没頭してしまい当連がなかなか受けられない 1>, 1月から3月の登壇は受けられないよとそういったご相談があってで実際、うん、ターゲットを回すことを優先してと無理して登壇受けなくていいよと,といったことを言ったんですがは受けてください昨年のねちょっとアドバイスのところですがここだけはちょっと無視をして講義の方は聞いててくださいこちらの動画の方は以上です 最後までご視聴ありがとうございました。それでは講義、頑張ってください。